冬に向けてカロリー補給足りてる？梅です。オリジナルの釜があって、ピザや肉料理も充実。スカイツリーが見えるホテルの人気ディナービュッフェをご紹介します。JR または東京メトロ半蔵門線錦糸町駅北口から徒歩約4分。さて今回のプランは、東武ホテルレバント東京スーパーダイニングベルデール、ランドリンク付きディナービュッフェです。ちょっと地味だか派手だかわからないイルミネーション。東武ホテルレバント東京。1階は車寄せからロビー。フロント。レストラン階の2階まで吹き抜け。ロビーラウンジクリスタルムーブメント。エスカレーターで2階に行けます。階段で2階に行けます。エレベーターで2階に行けます。2階から入ると隅田親善大使様のお出迎え。スーパーダイニングベルデールゴー。ディナーマップ、ステーキ、パスタ、ベルガマ仕上げのビーフシチュー、ピザ、フルーツパフェなどなど、広く座席数の多いレストランです。65歳以上は300円引き、子供は半額。この後超満席になる人気ビュッフェ。選べるワンドリンクは生ビールも OK。 手指消毒して手袋、ビュッフェ台行くわよ。店内に釜があるの？ある。焼きたてピザ、ツナとコーン、ポルトラーナ、ホワイトアスパラガスのフラン、ポテトと野菜のジャーマン風、ロティタリーチキン、マトウダイとエビの2色ソース、クリスマスキッシュ、ベルガマ仕上げ熱々ビーフシチュー、煎茶、紅茶、ハーブティー、コーヒーマシーン、アイスディスペンサー、ドリンクサーバー、各種ジュース、炭酸、アイスコーヒー、ソフトクリームマシーン、一目惚れ、本日のパスタ、海の幸のドリア、ちょっと寂しくなってる、ソフトクリームコーン、いちご、ブルーベリー、チョコスプレー、チョコクリスピー、コーンフロスティー、オリジナルフルーツパフェを作ろう。ソース、チョコレート、ストロベリー、ブルーベリー、出来たてポップコーン、パンプキンスープ、なんとレッドカレー、オニオンコンソメスープ、ベルデールカレー、ローストビーフのカービング、人気ナンバーワン、わさび、西洋わさび、和風ソース、ガーリックソース、グレービーソース、フルーツ、ライチ、ブドウ、パイナップル、オレンジ、メロン、サラダコーナー、グリーンサラダ、ブロッコリー、プチトマト、ビーツポテトサラダ、店内収穫野菜、オニオンスライス、ピクルス、きゅうり、コーン、わかめ、ミックスビーンズ、水菜、ごぼうサラダ、ドレッシング、シーザー、ジンジャー、黒ごま、ノンオイル、タモパストラミとコールドミート、スモークサーモン、シーフードマリネ、エスカベッシュ、大豆ミートコーナー、大豆ミート使用、トルティーヤのロールサンド、ヤム温泉、チリソースも大豆ミート使用、バスクチーズケーキ、デザートコーナー、ピスタチオのブリュレ、さつまいものロールケーキ、栗のロールケーキ、生キャラメル大福、レアチーズケーキ、紫芋のタルト、かわいい、チョコレートケーキ、抹茶のババロア、あんことさつまいも、杏仁豆腐、練乳のグラマンジェ、ベビーフードがある、鮭とポテトのクリーム煮、柔らか鶏の五目ご飯、幼児用食器、スプーン、フォーク、ラザニア、大豆ミートスパゲティ、フォーのコーナー、薬味、ライム、レモン、鶏肉、ネギ、パクチー、ごま、唐辛子、ラー油、牛ステーキ、お
ましょう。ピンクソルト、わさび、ソース、オレンジ風味のエスニック、ポン酢醤油、ジンジャー、ガーリック、肉シューマイ、お酢、醤油、からし、日本そば、薬味、ネギ、海苔、わさび、そばつゆ、コーヒーマシーン、ラスク風パンフリット、シロップ、ブルーベリー、ストロベリー、メープル、ジャム、オレンジ、ストロベリー、ブルーベリー、バター、パンオレザン、パンオショコラ、クロワッサン、ロールパン、ホワイトパン、パンの美味しい食べ方、スチーム機能付きオーブン、水、グレープフルーツジュース。ホテル内植物工場で無農薬野菜を提供しているそうです。レストランの窓側でも育成中。持ってきました。まずは養殖意識、野菜もあるよ。パンプキンスープ、肉、肉、ローストビーフの質が高い、歯ごたえバッチリ、もっとステーキ、ワンドリンクはビールもワインも OK、 日本酒、焼酎、ちょっと泡のないスパークリングだけど乾杯。フォーの薬味全部のっけ、大好き。肉シューマイ、肉ぎっしり、おいしい。デザート持ってきました。別腹だし、おいしそう。一番惹かれるバスクチーズケーキ、見るからにおいしそう、おいしい。そしてこれこれ、生クリームとシューパフ、ソフトクリームパフェも制覇。ごちそうさまでした。今日はこんなところです。バイバイ、また来てねー。